ヨルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はコーチング企画をやっていきたいと思います。今回応募いただいた方はこちらですね、今回も弓使いさんということです。で、最近の悩みはですが多いことです。特に予期していない方向からやれるので目的ができてないんだろうなと思っています。この試合でもここでデスしなきゃ勝てたに思うところもあります。ただルール関与のしすぎなのか、そもそも視点を向ける方向が間違ってるのかなど気をつける点がよく分かっていないためアドバイスをお願いしますっていうことです。多分投影武器を使っての視点というかどういう風に策敵するのかっていうところらしいので、このあたりはね、試合を見ながら確認していきたいと思います。
はい、という感じでしたね。それでは試合を通して感じたことを2つ話したいと思います。まず1つ目はメガホンが後衛に向けられていないっていうことが気になりました。メガホンを数回ほど使用はしていますが、今回後衛2枚の編成で、かつ味方が濡れない武器であるため、後衛を封じることっていうのがすごく大事なんですよね。でその状況で、まあ、リッターにはどうしても勝てないというところがありますので、盤面的に有利を取って味方を押し上げる方法に変える方がいいかなと思います。なのでこの場面ではやっぱそのメガホンをしっかり使う、後衛に当て続けて手数を減らすっていう工夫が必要だなと思いますね。よく見ているとメガホンが後衛というよりかは前衛に座れていたっていう感じが多かったので、この使い方変えるだけでもかなり楽になるんじゃないかなと思います。2つ目は後衛ポジへの圧力時間が短かったという点です。まあ、後衛が攻守を取っている時などですが、壁を使ってメインを当てようとしているシーンは見られたんですが、メガホンやポイズンといった時間稼ぎは少なかったように感じますね。特にキルをうまく取れたシーンなどの後の動きとしては、そのまま前進したりしていたので、クリアリングなども兼ねて高台への圧をするのもいいのかなと思いました。仮にポイズン内で敵が粘っていた場合ですが、そもそも攻撃の回数が減りますからね。その後にチーム全体に反撃をつなげることも可能ですので、一つの選択としては圧力というのはありな考えなのかなと思います。それでは試合中で気になったポイントを2つほど話していきたいと思います。1つ目はワイプアウト後の動きが急ぎすぎていたという点ですね。目の鼻特有の立ち回りというところになりますが、ワイプアウトを取った後に前に出ることはとても大事なことです。ですが先にリッターを2枚倒してますよね。で後衛を倒してしまった以上、自分がこのまま侵入する頃には相手が復帰をしている状況となります。大体この辺りで10秒ぐらい経ってますね。なのでリッターが今見えましたよね。特にエリアを確保して移動するとなると、金網を通る頃には10秒ほど経っており、相手の防衛準備が可能な状態となっています。でこの状態で押し込みをすると、まあどんなにうまいという状況でも正直危険だなと思いますね。まあ待ち伏せされたりしますね、こんな感じで。なのでこの場合しっかりと攻撃を落としてキル取りました。でこの状態で先にエリアを確保します。でエリア確保できましたとなったら、ここで上がってこの状態で突き進みますが、この時に相手の高台とか塗りの状況を確認して一度クリアリングをするといいのかなと思います。例えばクリアリングの方法としては、ポイズンを相手の高台に投げたり、メインで足場を奪って敵の位置を確認した上で次の行動を決めるっていうのがいいですね。またこの後なんですけど、味方がグレートバリアを置いてくれるんですよね。なのであえてこのグレートバリア内で戦うっていうのもいいです。特にこの後左倒してますからね、リッターがね。見えなければこの高台に対してポイズンを投げておいて右側をマークする。これ以上前に出ず、ここで弓で攻撃するっていうのがいいです。多分あそこはねリッター余裕で届くので、このポジションから攻撃するのありですよ。で壊れた瞬間バリアから逃げるっていうことをすれば、相手を抑えつつ攻めれるっていうことはできると思います。では続いて2つ目は壁から離れた攻撃が多いという点です。今回はチャージャー氏がいるので、これは大事なことですね。まず最初の発見した時は相手がリッター出てこないので、これは問題ありません。なんですが、この後リッターが来た時にちょっとだけ攻撃を優先してしまってるんですよね。こんな感じです。でそうなってきた場合、これはちょっと危険な行為かなと思います。ただここで車線隠してるので、これはこれで OK ですね。でこの場合なんですが、このまま打ち合うというよりかは一度正面にある壁に対してひっついたりして避けるっていう行動がいいのかなと思います。でそのしのいでる最中に次の対策を練るのが一番いいですね。またこの壁を意識してるのかどうかっていうのが出たのが、その後のスペシャルの発動の時です。ここでスペシャルを発動するわけですが、ここ登り切ってからスペシャルを発動するんですよね。
で高台に登って敵を見つけてから使用するイメージだったのかなと思うんですが、この場合は壁裏で発動しても全然良かったなと思います。ポジションにいる人をとにかく移動させようっていう感じで使うと、多分使い方の意味合いとしては全然変わってくるかなと思いますね。それだったら大体高台敵いるよなとか、右側の壁から敵を覗くこともできますので、ここでわざわざ危険を犯さなくても良かったなと思います。まあ、結果的に登る動きを読まれてしまったので、狙われているときは壁などを使って一泊置いて状況を見てから動くというのが一番いいかなと思いますね。これは前衛後衛関係なく、やっぱ壁裏を使ったときとか一回逃げたときは予測打ちされますので、一旦止まるっていうのは大事です。それでは Q&A に行きたいなと思います。今回3つほどですね、質問ありましたので答えていきたいと思います。まず1つ目、最近の悩みはですが多いことです。時に予期してない方向からやられるので索敵ができてないんだろうと思います。はい、ということで、どこを見たらいいのかっていうところですかね。で、今回の試合を見て感じたところで言うと、後衛のポジションを見ている時間が全体的に短かったように感じます。後衛がいるときは必ず高台や壁裏っていうところから攻撃が来ますので、そのあたりをしっかりマークしたいんですが、移動してる最中とか画面がちょっと下向きなんですよね。ポジションというよりかは足場を見てるって感じです。で、後衛ポジションが見切れていたので、画面が見切れてたってことはもう頭の中のイメージでしかできないので、それで索敵がおろそかになってるんじゃないかなと感じました。なので移動中の視点というのも上下に動いているというシーンがあったんですよね。視点が動きすぎて索敵に混乱が生じているのかなと思います。ただ面白いのは、見えているシーンっていうのはしっかりキル取れているんですよね。なので見る割合を敵単体からポジションにしてみるといいのかなと思います。では2つ目の質問です。ルール関与をしすぎていたのかということですが、今回に関してはそれはないかなと思います。まあそもそも濡れない構成でのエリアだったので、キルを取ってから抑え込みつつエリアに関与させないというのが理想かなと思います。なのでキルを取って落ち着いたタイミングで抑えに行こうとしたのは良かったなと思います。で、これがうまくいって打開が成功していたんですよね。なので流れとしてはルール関与は最低限行って抑え込みやろうみたいな流れは見えたので、これは全然良かったと思います。ただ今回問題になっているのは、そのルール関与のしすぎというよりも取った後の相手の抑え込みの方法ですね、がちょっと急ぎすぎてたのかなっていうのが理由かなと思います。それでは3つ目最後の質問ですね。そもそも視点を向ける方向が間違っているのかということですが、視点の向ける方向は基本問題なかったと思います。まあ見る方向として前見てましたからね、まあ、極端に後ろを見たりとかなかったので大丈夫だと思います。ただ視点というところで言うと、先ほど話したように下向きになっていることと後衛のポジションを見る時間が少なかったというのが気になります。敵だけを探しているとよく起きることですので、場所を見るようにしてみるといいのかなと思いますね。どうしても敵を見るときって異界移動とかそういうところを見がちなんで下になるんですよ。なんですがポジションっていうところで見ると、高いところを見たりとか有利なところを見ていくので自然と視線が上がっていきます。しかも相手の後衛も探せるんでね、かなりいいことかなと思います。だから軸として前衛見てるのか後衛見てるのか、どっちを探してるのかっていうのでも視点の動きは変わりますので、ここのどこを意識してるのかっていうのは考えながらしてみるといいのかなと思いますね。で、今回の Q&A はこの3つなのでここまでとなります。まあ、後衛自体は視点で全く行動が変わってきます。見えた敵を倒すのかどこを見るのかで全然違うんですよね。なので見てる方向よりもどこを見るべきかっていうのを確認するといいのかなと思います。ちなみに僕の考え方というか、僕が試合中に見てるところっていうのは、詰めてきた敵に関してはさすがに見るようにしていますが、それ以外はポジションにいる敵の身を見るようにしてます。だからポジション見て、あそこいるじゃん、じゃあどうやって抑えようかなみたいなのが多いです。だからポジション取られたら、なんかその陣取りゲームに近いので、スクラのゲームってどこを取れば有利なのか、どこから攻撃するのが有利なのかっていうのがあるので、
まあ、陣取りゲームみたいな感覚でたまたまそこに敵いたなとかで対応するといいのかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。